え31歳ですが、これからに小節産級を取得しようと思って、ます受験の申し込みをしました。この選択は遅いですかいいんじゃないですか、えー、また在宅プログラマーになりたいんですが、呂布さんのプログラミング、学習を教えてください。よろしくお願いします。えっと、東方のダダブブルルダブル入門というところあの見ていただければいいんですけど、まずは、簿記の勉強を先にやった方がいいと思いますよ。申し込みましたので。要は、その、複数のことを同時にやろうとして、うまくいってるんだとしたら、多分こんなところで2000円払って相談してないと思うんですよ。 そのなんかじゃ簿記もやりたいプログラムもやりたい両方マスターできましたっていう人であればあのこうしたいです31歳ですか多分言わなくてなのであのやろうと思ってるけどできないっていう人がこうしたらどうなのかなみたいなんでふわふわしてる状態だと思うのでもう申し込んでお金を払ってるのであれば今簿記3級の合格率をいかに上げるかっていうのに勉強すべきでそのなんかビール飲んでるおっさんの生放送を見ながら2000円払うとかってグの骨頂だと思うんですよ。なのであなたが今やるべきことはあ YouTube をそのスマホかパソコン分かなんですけど閉じてあの日曜簿記の三級の参考書を開くっていうのをやって